フィッシュ&グロー、フィッシュ&チップス、フィッシュグロー&フィード&グローフィッシュか。フィッシュ&グロー、フィッシュグロー、フィッシュグローなんちゃらなんだけど、やっちまえ、やっちまえ。ああ、殺された。一瞬だな。ああ、無理だ。ちょっと待って。おーい。ダメだ。相手かわいそうだな、このサメ。やっぱカニなんだな。ひどいな。食いまくれ、食いまくれ。レベルアップ。レベルアップ。これでだいぶ、もう、敵はないぞ。古代魚狩りに出かけよう。ほらほら、ドッグファイトなら俺に任せろ。やべやべやべ、死ぬ。くそ。生死をかけた戦い。マジ？潰れるか。古代魚早かったか。ああ、俺が食われる側だったわ。生きがりすぎた。絶対許さねえわ。古代魚の存在を否定してやるわ。しかも俺の餌食いやがって。辛いね。辛すぎるよ。あんまりだよ。まぁ、ちょっとレベル低いうちはちょっと宝次郎先輩の近くに行くか。その方がなんかもうレベルアップ早そう。宝次郎先輩の近くに行って宝次郎先輩がぶっ殺したなんかサメの肉、横から漁りまくるわ。やべえだろ、あれ。なんか肉いっぱい落ちてんの、これ。肉落ちすぎやろ。全部食おうぜ。やりまくり食いまくり。やばいっす、マジ。宝次郎先輩マジパネっす。敵なしやないっすか。これ、残飯あさりが一番賢いよね。どこ行った？ああ、やべやべやべ。ちょ、目の前に立つとね、ほうじろさんにやられるから。なんでこっち向くんだよ、ほうじろ。なんかかすめ取っていきやがった。ちょっともうやめろって、お前マジで。マジふざけんな、マジ。ちょっと、ひどいひどい。もうないわ、マジ、古代魚。つか、古代魚のレベルめっちゃ上がってね。でかすぎやって、これ絶対。ほら。うわ。宝次郎先輩じゃね？今横す、通ってったの。小判ザメ戦法が一番いいわ。これがいい。自分で狩りなんかする必要ない。ちょっともらいますね。すいません。もう行くんで。ちょっと、すいませんね。ちょっと。宝次郎さん、ちょっと、もらいますね。これ早くレベル上がるわ。もう、めちゃくちゃ早いレベル上がる。もうこれ。一瞬でレベル上がるけど、超危ねえ。ハイリスク、ハイリターンですね、これ。古代魚殺してくんねえかな、宝次郎先輩、あれ。やっちゃってくださいよ、あれ。調子乗ってますよ、あれ。舐めてますよ、あれ。たまにあるんだよ、一匹の魚がめっちゃ強くなる現象。前、フグが超巨大になっても、地獄絵図になって、宝次郎先輩死んでたよ、確か。その時。フグが超強くなった時。フグがトルネードスピンで宝次郎先輩ぶっ殺したことある。なんか超浮いてるぞ。残飯が浮いてる。いただき。これは、最高だぜ。美味しいな、残飯は。働かずに食う飯はうめえよ。先輩食います？いいっすよ。あ、大丈夫か。先輩見てない隙に食うわ。やばい、ちょっと待って。やばい。あぶね。なんかめっちゃ散ってね。これ。なんだこれ。食い放題。食べ放題、やり放題だ、これ。また海の掃除屋するか？これ。海の掃除屋します。やばい。あ、切れるぞ、あれ。あのカジキ生意気なことしてる。宝次郎先輩の目の前の肉食い切った。サメよりカジキの方が強えんだよ。次はお前だ。やばい。まずい。すいませんでした。あれ？先輩いた。ぶっ殺しまくって殺戮してる。ようやくちょっと存在感も出てきたが、存在感が出て、なんか増すとともに、この宝次郎先輩の圧力を感じる。お、いますね。もうサメ狩りだな、とりあえず。宝次郎先輩は？あ、いる。まだ暴れてる。あそこほんとドッタンバッタン大騒ぎだよね、あっち。マジで、あのなんか船の周りやべえから、ドッタンバッタン大騒ぎしすぎ。とりあえず古代魚先輩のことちょっと殴りに行くわ。まず、順番ってもんがある。いきなり中3し、あの、締めに行ってるようなもんだよ、中1の子が。やばいよ、俺見てみろよ、あれ。行かれてるって、あれ。ほら。もうおかしく、頭おかしなってるで、あれ。宝次郎先輩。ガンつけたやつ全員ぶっ殺してるっしょ。こいつなら殺せんじゃない？なんだこいつ。これが古代魚の末路か。やっぱ進化できないと辛いっすね、古代魚さん。
進化できないと頭の中も進化止まっててきついんじゃないですか。やべえよやべえよあれ。29レベル。これは古代魚殺せるわな。ほらどうしたどうした、己の無力を呪うがいい。よし。ちょっと生きがってきたな。かなり生きってるよ今俺。誰も俺にかなわねえんじゃねっていう。そんくらいの。なんだ、スポーンしてきたのかお前。ご苦労なことだな。俺に殺されるために、ちょっと待って、なんかお前おかしいぞお前。おかしいだろお前。おかしいおかしいお前。ちょ、一回ちょ、急戦。なんか体力おかしか、なんか攻撃力異常だったぞあいつ。妙にでかいのかあいつ。あぶねえ。やらかすとこだった。ちょっと今、おとなしくしてるわ。おとなしくこの辺のちょっと、小学生倒してるわ。小学生にもカツアゲしてる今。最低のクズだな。でもサメをぶっ殺すことに生きがいを感じて、でかくない？なんか。ほら、サメとの対比おかしいぞ、あれ。あの古代魚先輩やばいわ。あれ多分ガチだよ。あの人やべえわ。あの人まだ中二だぜって感じ。これはあの人の縄張りだからな。まあ、ホウジロ先輩よりは怖くねえけど、だいぶパナくなったんじゃね、俺。隣の古代魚となんかデカさが違うんだけど。子供みたいなデカさなんだけど、これも。なんだこいつ。好戦的だな。好戦的なサメだったな、今の。ちょっと生きがってたな。新入生か、今の。どうすりゃいいんだよ、これ。視聴中4400、なんでこれ4000に視聴してんの、これ。まあ、面白いか、これ。ごめん、これ面白い。そっか。ありがとう。やばいな。そんなレベルと思わなかった。今、びっくりした。そっか、魚みんな好きか。みんなお魚好き？お魚好きなフレンズなんだ。わかったわかった。じゃあ、魚いっぱいちょっと今日使おうね。今度じゃあ、シャコさん使おうか。次、シャコさんもいるんだよ。いっぱいお魚いて面白いね。あれ、ホウジロ先輩は、あれ先輩は、先輩おらんなったぞ。先輩、あれんご、おーい。先輩どこ行ったんすか。死んだ、そんな、ホウジロ先輩に限って死んないなんかないだろう。え、先輩卒業しちゃったの。先輩いないと俺何のためにスズランで1位になったかわかんないっすよ。嘘っすよね。あ、妙にでかいんだけど。まさかお前がやったのか先輩を。おい。まさかお前か。お前怪しいな、なんか。なんかお腹膨らんでないか。お前が先輩をやったのか、おら。お前の、お前が俺の目標にしてた先輩を。死ねえ、許さねえぞ、お前。どこまでも。おら。許さねえ。死ねえ。おら。うわー。よし、よし、殺した。で、どこだよ。もう海の王者になったぞ、もう。やることねえなったわ。なんなのこれは一体。おーおーおお、え、え、アチーブメントアンロックド。え、キングオブオーシャン。あ、俺倒したらしい、先輩を。え？先輩倒した。先輩今倒したらしい。あ、新たな先輩じゃねえ、あれ。え？俺、倒したらしい、俺今先輩、俺は。何もしてないけど。どういうことだ。で、新たな先輩は空いてる。少年院行ってたのかな。先輩殺し行くか。先輩。俺とやり合ってくださいよ。俺先輩みたいに大きくなったんですよ。やべえ、めっちゃでかいぞ、このカジキ。化け物、お化けカジキだ、これ。行くぞ。ほら。死ね、先輩。先輩、なんで逃げるんですか先輩。先輩食ってんじゃねえぞ、お前、おら。先輩食ってんじゃねえ。どこ行けん、お前、おら。ふざけんな、お前。おー、なんだ、うっ、先輩、嘘でしょ。嘘でしょ。ちょ、先輩、何するんですか。やめてください、先輩。まずいですよ。先輩、なんで横から。不意打ちはまずいっすよ、それは。ふざけんなよ、マジで。
そんな卑怯者だったのか先輩って。もうリスガリしてやろうぜ先輩。もういいだろこいつ、先輩じゃねえやこんなの。だってさ、トゲでついたら200ダメージ、300ダメージだよ。ほら、やばくないこれ。トゲの殺傷力半端ないんだけど。ほら、トゲ達したら先輩逃げてくもん。ほら、もう先輩ほら。ほら、どうしたほら。とうとう一発で先輩殺せるようになりました。先輩ね、トゲ一突きで殺せますもん。先輩もう、一発ぶっ刺したらもう眼域だよ、ほら。先輩刺したら、もう、もう行ってもひっくり返っちゃうもん、先輩。気持ちよすぎて。先輩もうリスガリなんだけど、これ。多分ぶち切れてる、多分もう。もうキーボードぶっ壊してるでしょ、これ。もう先輩。よし、じゃあ全部食うか、先輩の肉片。ほら、お前の前でお前の肉食ってやるよ。どんな気分だ？うわ、やべ。なんだこの力は。神の力を得たぞ。レベル100いった。ダイソンの掃除機。だからパチクリってしてるのよくない？ドクターフィッシュ。あれでしょ？足湯みたいなので、なんか足のなんか悪いものをなんか食ってくれるんでしょ？なんか皮脂みたいな、古くなった角質みたいなの食べてくれる魚でしょ？はい、ということで、結果200レベルになりました。先輩、ちょっとこっちおいで。なあ、ちょっと近くに、この近く小魚いるらしいからさ。まあこんな感じで、海は制圧しました。このざまですわ。邪魔だぞ、おい。おい。という感じで先輩も一瞬で殺せます。あ、先輩なんかしがみついてんな。頑張るね。そしてカジキの得意技の、一突きにする。まあ一突きっすね、完全に。では陸に上がりましょう。上陸して人間どもを殺すんだ。お、上陸しました。おお！天へ。どうした？今の動き、これが進化ってやつかもしかして。お！上陸作戦。おお！え？やばい。ということで。Yo te traigo esa bomba, esa bomba puertorriqueña.